伊藤栄光さんのお話に移ってまいります。よろしいでしょうか皆さん。伊藤さんはですね、これちょっとオフレコなんですけどね、アメリカで大丈夫全然オフレコじゃない、全然オフレコじゃないね。アメリカで仕事してたのね。うんうん、アメリカのどこって聞いて。アメリカのどこ、あそこってアメリカのすごいとこでどこ、 NASA いいのダメなのね。なんだよね。なさってたわけですよ仕事をね、アメリカで。で非常にこう、なんていうのかな、科学的な思考をされる方が、うんうん、マヤの世界に入ってきたと。マヤってまあ普通占いっていうふうに、日本人、ね、受けました。どう、クラブワールドで伊藤さんのやつでしょ。受けた。どうでした、面白かった。一番最初に行った時にですね、予約の時間に行ったのに、クラブワールドの扉が閉まってて入れなかったそれで扉は開きましたか。扉、それで慎吾ちゃんに電話しました。ええ、で開いた。なんで開かねえんだと、うん、そしたら中側から鍵かけられてた。あ、鍵をかけられてた。鍵をかかってた。あ、無事に受けれましたけど、もうその鍵がかかってる瞬間にものすごい不信感何これみたいな。予約してるのに入れない、時間通りに行ったのに鍵がかかってる、ここでいいのかなみたいな。中に伊藤さんはいたの。中に伊藤さんがいたんだけど、うん、でガン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 叩くわけにもいかないでしょ、うん、あ、先の資料がやってたんや。そう、あ、いや先の人誰もいない、私が最初。伊藤さん何やってたんやろね。いや伊藤さんは、伊藤先生いたの中に。分かった、宇宙船から降りてきてて、その宇宙船を隠す作業をしてたん見つかったらあかんかったから。 それでもう帰ろうかなと、もう、うん、頭にきてもクラブワールド何なんだと、うん、もう絶対クレームつけてやると思って、うんうん、まだそんな仲良くなかったしね、うん、それが一番最初。あでもピョコッと開いたの扉は。いやもう慎吾ちゃんに電話したんだよ、何なんですかと一体でおかしいねとおかしいよね。でどうやって扉が開いたの。それで電話して、うん、そしてクラブワールドから多分先生のところに電話が行って、うん、先生が上から降りてきたの。あ、前のクラブワールドの時。あそこ、そう、誰か他の会の人が鍵閉めていったんや。そう、あ、そういうやつや、分かった。ということで、何かあったとしても扉は開かれるということですね苦難にぶち当たったとしても扉は開くと、開かれる、そういう、ね、いい教訓を得たわけですね、はい、ということで伊藤先生にボタン、はい、登場していただけると思います、どうぞ伊藤さん。では皆さん盛大な拍手をお願いします。どうぞ。そして、伊藤さんの紹介 V をお流しします。それでは VTR スタート。ということで、ということで、あの印象的に顔が出てくるっていうのがミソですね。ということで伊藤先生です。
でもマヤの人たちっていうのは、紀元前ですよ、これね、紀元前で言ってるのに 365.242 日のもう一個2日まで出してるんですね。ということは世界中の科学者が集まっても下4桁目の2日は間違ってるとは言えないんですよ。だからそれだけマヤ文明っていうのは高度な文明、こんなことは2万や3万ぐらいいっぱいあるわけですね。だから、まあ、最後は私の論文の最後の言葉は何かって言ったら、マヤ文明は地球外生命体が関与した文明。じゃあこれ論文発表したときに何千人の科学者がいました。その中でそうだそうだって言ってくれた人は多分 2,3 人だったと思います。ということはこんな、なんちゅうの、根拠もないようなことは大体普通の科学者は言いません。絶対の根拠がないとね、うん、でもそれぐらいマヤ文明っていうのは高度な文明だっていうことをみんなに改めてここで知ってもらいたいなと思います。そしてマヤ文明っていうのは我々はたった一つの暦を使ってます、グレゴリオ暦っていう。でもマヤの人たちは17種類の暦を使い分けてた。特にその中は天文学ですね。天文学っていうのはマヤは本当にスペシャリスト、今の科学でもこう周期が解き明かせないような難しい金星の周期を、これはドレスデンの絵文字っていう中に明確にこう表現してるんですね。それと前の人たちっていうのは農耕用の暦、トウモロコシなんですね、主食が。我々はこうお米だけども、だからトウモロコシの神様もいるし、トウモロコシをいつ植えるか、これ種だね、これはいつまでカレンダーありますかって言ったら、この暦も紀元前に作っています。なのに2083年まであります。わかるくらい、まだ70年先以上もあるね。前の人たちはそのトウモロコシの種を今もその暦を使って植えています。それぐらいマヤっていうのは地球環境も計算しながら決めてたっていうことですね。じゃあその一つの暦の中にこれからお話しするのは、ツオルキンっていう暦で、これはマヤでいうと新世暦っていう暦ですね。これはマヤの祈祷師とかシャーマンとかないしはネイティブアメリカンが使ってたこの暦ですよって。でこの暦っていうのは、まあ、どういう暦かというと260日を一つのこう周期としてこう動いてるんですね。だから我々の周期は365日っていう、こう周期です。まさに暦の周期は違うんですけども、この中にその人方の自分の今の自分の姿を表現するっていうものがこれ明確に表されます。それとあなたの能力はこういう能力を持ってますよっていう、その能力もこう明確に出てきます。それと一番大切なのはですね、人生の目的地。さあ皆さんも人生の目的地、ね、自分の人生って本当にこれでいいのかなとか、本当にこういう人生なのかなとか、もうだんだんとこう年を取ってくるとね、こう思ってくる、それが本当に正しい人生だったのかっていうこともこれ思ってくります。まあ今日はですね、先ほど右京さんの方からちょっとびっくりしちゃったんでね、私右京ちゃんからね何もらったかったら、ちょっと待ってね、これなんかこんなのに入れて、伊藤さんオイル使ってからこれ使ってみてって買ってもらいました。その中に入ってたメッセージがびっくりしたんですね。メッセージこれですね。これは何て書いてあるかって言ったら、バランスってこう書いてあります。バランス。じゃあ僕のマヤの中に調和の英知ってあるんですね。自分の魂が一番調和されると意識まで調和される、その調和の英知の僕のキーワードがバランスなんですよ。
彼女は知りませんよ僕のこと。でいただきました。だから今日はね、彼女のこう思いですかね、思いの中にはこういうふうにありますね。右京さんの中には今日は全世界に向けて永遠の愛と喜びと、まさに安さかと豊かさ、そして世界を祝福し感謝するワークを全員で享受したいなって、まさに我々はそれぞれのこう世界を持ってるね、まさに自分自身というもの、それぞれ心からこう感謝する、まさにこの心がいかにこう大切かっていうことですね。だから前の中にも共振共鳴、前は銀河系からこれ物を言うわけですね、銀河系から。だから銀河系からもうちょっとこっちにずらしてくると太陽系になりますね。これは我々が住んでるこれ太陽系です。じゃあこれは人類は太陽系というのは何パーセント分かってますかって言ったら、まだ 5% も分かっていません。それぐらい太陽系ですら人類はそんだけしか分かってないわけですね。だから僕はマヤのセッションが終えた時には、あなたにマヤの英知の 3% を伝えましたよって言ったら、俺みんな物差し持ってますよ 100% っちゅう。たった 3% ですか伊藤さんってかって言われますね、うん、それとか 3% でここまで気づけるんですかっていう人もいます。それは分かるでしょ、皆さんの物差しがあるわけです、物差し。じゃあこの地球に今どれだけの人たちがいますかって言ったら、71億人ちょっとぐらいいるのかな今は。じゃあ僕は言うのは、71億人いてもあなたに会う人は誰もいませんってかって言いますどうしてかって言ったらだよ、自分に会うと思ったら自分の物差しの中に人を全部入れようとします。じゃあこの物差しにみんな入れたらどうなるのったら、誰も入ってきませんよ。だから誰も入ってこないから自分が苦しむんですよ。なぜあの人は私を理解してくれないのとか。でもじゃあ今日はね、改めて皆さんに、誰も会う人がいないって思った瞬間から相手に答えを求めません。どうしてかって言ったら、会わないんだから答えを求めても無理でしょ。じゃあ人との付き合い方はどういうふうになるんですかって言ったら、歩み寄ろうとします。この歩み寄ろうとするものがまさにマヤの中に全てこう答えが入ってくるんですね。だからマヤの英知を知ると、人との関係が限りなく楽になります。で僕も、まあ、父親早く亡くしたんですけども、まあ、本当に中学高校大学社会にこう出るようになってから、自分の中にこう哲学を持ってたんですね。それはどんな哲学って言ったら、会社選ぶときでも給料がいいけど人間関係があまり悪いかもしれない。じゃあもう一つの道は、人間関係はもう素晴らしいって、でも経済的に豊かになれないかもしれないって。じゃあお前はどっちを選ぶんだっていうことですね。だからそれだけに人間関係っていうのは本当に難しいっていうことですね。だから本当に自分では社会に出たときに、本当に仕事には 20% ぐらいしかできなかったと思うんですね。あとの 80% は人間関係に費やしたような気がします。それだけにやっぱり人との付き合いっていうのは自分の心の置き所によって全く変わってきますっていうことですね。じゃあ、今日はですね、あと何分あるのかな、あと15分。じゃああと15分あるので、ちょっと説明していきたいなと思います。じゃあ皆さんも改めて自分の人生ってどんなもんなのかなってかって思ったことありますかね。これは僕はセミナーの時とか札幌に帰ったらですね、マヤの集いとか、まあそういう僕はセッションした人と集まってやるんですけども、
まあ、東京でも今年ありました第1回目にね、マヤの集いって。じゃあ人生ってこういうふうに言われてます。ちょっとここを聞いてください。人生っていうのはですね、川の流れの中で枝につかまったり、それから小石につかまったり、一生懸命かってしがみついているのはもう飽きたって。じゃあ飽きたらどうなるのって言ったら、私は川に流れてまた勇気を持ってこう手を離すんですね。じゃあその手を離すときには、川の流れの向こうには自分の人生ってどんなものがあるのかなって。でもそれもいろんな景色を見ながら流れていくのも、またこれ飽きてしまいます。だからまた小枝につかまったり、まさに石につかまったりして、またそこで自分っていうものをこう表現するんですね。まさにリチャード・バッハっていうのは、人間の人生っていうのはそんなもんだよっていう表現をしています。じゃあ僕はマヤを皆さんに受けてもらうときにね、これを気づいてもらいたいなと思ってやっています。じゃあ自分にとって求める人生というものはどんなものなのか、これがマヤの13の月の歴って言われる中にこう書いたんですね。皆さんはマヤ歴ってこうね言ってますけども、マヤ歴っていうのはもう途方もなく難しいです。でもそれを分かりやすく紐解いているのがマヤの13の月の歴。中にはあまりにも単純に聞いてね、13でなく14ないんですかって聞かれたことはありますけども、地球の周りを月が1年間にこう13回回るんですよ。これ14回回ったら宇宙のリズムが壊れてしまいますね。だから13の月の歴っていうことです。そして、人生っていうのはまさにどういうふうになっていくかったら、自分でこう気づくっていうことが非常に大切になります。そして自分でこう感じる。じゃあ自分で気づいて感じたらどうなるのったら、あとは自分で決めていけるようになります。じゃあマヤの紐解きっていうのはここなんですね。自分で気づいて感じて自分で決めていけることに大きな意味がありますよっていうことです。ですからまさにマヤっていうのは本当に人間関係もすごく大切に思えるようになるし、自分の表現、能力、人生の目的地に向かって本当にこう楽しくですね、それもシンプルに、分かりますね。みんなはこの3次元にいると複雑になります。でもマヤはすごく個人個人、周りの人たちをシンプルにしてくれます。ですからこう付き合いも本当に肩の力を抜きながら人々とこう付き合うことができるようになりますよっていうことですね。じゃあ、 私の方でマヤのやってちょっと簡単にあと10分あるかないかなんで紹介しますけども、まず太陽の紋章って言われるものがあります。じゃあこの太陽の紋章っていうのはどういうことを言うんですかって言ったら、2つの意味を持っています。じゃあその2つの意味の1つをこれから話しますと、私が今言った通り人生のまさに今自分の姿っていうことですね。そう、あなたの今の姿はこういうふうな表現をするんですよっていう表現っていう太陽の紋章の意味もあります。それともう一つはウェーブスペル側って言って、僕のセッション用紙あそこにこうね置いてありますけども、あれ見てもらうと分かりますけども、下側は何かって言ったら魂の記憶って言われるとこです。
じゃあ魂の記憶はどんなことが書かれてるんですかって言ったら、魂の記憶はあなたの経験したことなんですね、記憶だから。じゃああなたの前世はこういう経験をしてきましたよって、それを能力になります。ですから自分の能力を最大限にこう使ってくださいねって。これが太陽の紋章の2つの意味がありますよっていうことですね。でもう一つはですね、銀河の音ってあります。その銀河の音は何なんですかって言ったら、さっき言った通り1から13まで、これは地球の周りを月が13回回りますよって、その一つ一つの回る月に全て意味があります。じゃあここの意味は何なんですかって言ったら、ここの意味は銀河の音っていうのは、じゃあ皆さんはこういうふうな目的に向かっていくんですよって。でも先ほどからちょっと言ってるけども、なかなか自分の魂の発見の旅の時に決めてきた人生のミッションになかなか歩めないんですね。それは何かって言ったら複雑になるから。三つ子ちゃんでも同じ家庭でこう環境で育ってんのに、性格も何も全部違うでしょ。それと前の中の魂の発見の旅の時に決めてくることも全部違うんですよ。だから本当に1億いや10年何億いようが70億いようが、自分にとって合う人なんていうのはなかなかいないって思うことがこう大切ですね。それを思うことによって相手に歩み寄ることがこうできますよって、これが銀河の音になります。で私の方で今札幌の方でもね、前のセミナーとか個人セッションとか講座をやっています。その講座もですね、ちょうど1年間かけてゆっくりとこうやります。でも東京の人たちにも今だいたい200名弱かな、セッション、札幌はもう1000名超えていますけども、じゃあ東京の人たちも講座やってほしいっていう依頼があります。それで私の方で来年の2月、一番最初は2月の6日、これワーク1、次の日がワーク2、東京の場合は2日間かけてワーク1、ワーク2やりますね。次来た時はワーク3、ワーク4、これは全部で12まであります。ですから6回にかけて2つずつのワークをやって、全部の12ワークをこうやろうとしています。ですから、まあ、皆さんにもこう僕のセッションを受けた人方に、札幌に戻ったら発信しますので、ぜひ講座に、ね、興味があればぜひ受けてもらいたいなって思っています。でこの講座は何かって言ったら、マヤっていうのはですね、よく皆さんは相性の良し悪しってこう考えますよね。でも相性の良し悪しは全くないってことも知ってほしいってことですね。どうしてかって言ったら、自分の本質を知ったら今度は相手を知りたくなります。じゃあ相手を知った時にですよ、全く立つ位置が違うのに絶対に同感を求めなくなります。でもこれが知らないから自分と同じ目線だと思って同感を求めて苦しんじゃいます。ですからマヤっていうのは本当に自分っていうの、自分のですね、まさにエッセンスをするってことですね、本質を。たら相手をこう知りたくなります。たら相手を本当に理解できるようになりますよっていうことです。それとちょっと私からのちょっと案内になりますけども、今度私が来るのが1月の28日から今の言った2月の、7日までですね。じゃあ5日まで個人セッションをやります。で毎回私言われるんですね、伊藤さんってクラブアーツさんのホームページ見たらいつもソールドアウトになってるけどさって、私は3回ずっと待ってるんだけどいつまで待ったらいいのって言われます。ですから今回は、2月の1日2日3日この3日間で大体私は1日に5人ずつやってってます。ですから15名今日はここであの申し込みを取るようになるてるので、もし
今までクラブワールドさんのホームページ見ていつもソールドアウトだって悲しい思いしている人は今日ぜひ申し込んでいってください。あとですね、本当に今日ですね、この場所3ヶ月間ぐらい多分みんなボランティアの人含めてですね、クラブワールドさん、それから本当に最初にこうこのアイディアっていうかですね、思いつきをやったね、右京さん、もうどれほど大変な思いをしてこのステージをこう作ってくれたと思うんですよね。ですからまあそういう思いも含めて、ボランティアの人、それからまあクラブワールドさん、まあ右京さんには本当に私も含めて心から感謝申し上げたいと思います。じゃあ今日はどうもありがとうございました。